仕方なく僕は走った。調教師は大喜びで、これなら優勝間違いなしだという。僕を捕まえた人たちもみんな嬉しそうに笑っていた。こうして僕は期待の競走馬として初めてライブラリステークスというレースに参加した。そして本当に優勝してしまった。すごいじゃないか。お前は俺たちの希望だ。莫大な優勝金を手にした村人たちが口々に歓声を上げて僕を褒めてくれる、評価してくれる。みんなが喜んでくれるのは嬉しいけど、僕は誰かと競うのが好きじゃないんだ。もっと他のことで認めてほしい。完売です。